お疲れ様です。7月22日、暑い日が続きますね、えー。今回、無料のビットコインなんですけども、ちょっと不思議なことが起きました。というのがね、1日前まで、これ、0.000177何、がしだったと思うんですよ。一気にね、増えまして、なんと0.00018を超えました。こんなはずないんですけどもね、何か特別なボーナスでも入ったのかなと思ってます。まあ、よくわからないんですけども、 とりあえず良かったなと思いますね。だいたいこれが0.00030を超すと、プラスアルファで利息が入って爆速で稼げるようになると思いますので、もうちょっとね、このまま1円も入れずに進めてみようかと思います。本当に1円も入れずに毎日ちょこちょこ見るだけでね、ここまで増えたのはありがたいなと思ってますね。3月11日に始めて、だいたい4ヶ月過ぎたところです。で、スロットを回せば、とりあえずビットコインはもらえるんですけども、その他にこちらですね、 えー、リワードホイールオブフォーチュンのチケット今すぐクリックしてお試しくださいってありますのでこれをねたまにクリックすることにしてますそうするとこういう画面が出てとりあえず私はね1だけトライすることができるんでこの RP ってのが18だったり17だったり16だったりするんですけども今日は15ということでねこれビットコイン価格にまあ0.00何がし15もらえるそうなんでちょっとボーナスですねちょっとクリックしてみますボンはいそうなると これが回せることになりまして、一回だけ回せるんで、一回こうね、プレイしてみようかなと思います。そうするとこのね、スロットマシーンが回ってグッドラックです。まあ大抵ね、ジャックポットじゃなくてこの一番安いやつが当たるんですよ。まあでも、良かったなってことです。そうなると、こちらの右上のカウンターが分からないぐらいちょっと増えるんですよ。だからね、15増えるってことは多分、末尾の2つが15増えるんでしょうね。だから全体的にはほとんど変わってません。 でもこれが1日1回ぐらいできるんで、ちょっとね、忘れずにやっていこうかなというところでございます。他にもね、ビットコイン増やす方法はあるんですけども、なんせね、このサイト内の有料のゲームをやらなければその得点が得られないんですよ。私の場合は今のところ1円も使わずにここまで来ましたんで、これからもね、きた汚く1円も使わずに、少なくとも1年ぐらいやっていこうかと思います。ですので、次の3月11日が来るまでは1円も入れずに、まあやってみようかなってことです。 まあこういう風なね、無料でもらえるものに限っては、焦ることなく、本当と、微体値も払わずに、やっていくことが大事かなと思ってますね。それでは。